皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、リクエストをもらってやっていくっていうあの形でやってるんですけどね。新曲もちょっと時にはやってもいいかなと思って、最近書いた曲をやろうと思ってファイルをこうバッてこう上げて読んでたらですね、ちょっと書き直したいなみたいなことが起こって、新曲はちょっと またちょっと新しくなってという感じなんですけど、ゆらぎの中でという曲を聴いてください。我慢できないよって伝えた、大喧嘩になった、言い分を聞いた、やっぱり僕は悪くないと思った。喧嘩したら前より楽になった、分かり合えないと分かって、僕も相手も少しは変わった。自由でいるための痛み隠せば、それじゃダメだよなんて言われてさ、揺らぐ心つなぎ止めるように、信じて世界に向かってまた歌う。そばにいた友達が褒めてくれた、君は偉いねなんて言われてさ、風が吹いたんだ、風が吹いたんだ。不器用でももがきながらでもやってるやつでいよう、誰かの人生を眺めるだけなんて嫌だと思った。自由でいるための痛み隠せば、羨ましいよなんて言われてさ、揺らぐ心つなぎ止めるように、信じて世界に向かってまた歌う。思いがけず届いた頼り開けば、助けられたよなんて書かれてる。風が吹いたんだ、風が吹いたんだ、風が吹いたんだ、風が吹いたんだ。ありがとうございました。傍観しながら文句言うなんてめっちゃ簡単なことなので、イラッてしたりしますね。なんかやっぱりやって晒してるからいろいろ言われるっていうことはみんなあると思うんですけど、もうほんとそれぞれ戦ってんやなと思ったりします。そういう戦いにこう旅立っていくんやなっていうね、卒業式に学生たちをこう送るときに、もう守ってもらえへんぞ学校にみたいなこと思うんですけど、中学校で講演会みたいなのがあってですね、そこで、歌うことになったので、久しぶりに送る言葉、晴れやかに未来へという曲。例えば今から10年も経てば、大人のあなたが先生になってたり、この学校に自分の子供を入学させたいなんて嬉しいことを言うのかもしれない。ほんのひとときだったね、この場所で生徒と先生だった、
私たち巣立ってゆく晴れやかに未来へ今卒業おめでとうと歌うよ。例えば今から3年も前なら私たちはまだ出会ってさえいなかったこの学校をあなたが選び教室に集まって青春を描き季節を共にしたほんのひと時だったねこの場所で生徒と先生だった私たち明日では届かないから今卒業おめでとうと歌うよまた会う日までお別れだ大丈夫だよあなたはもう飛べるから信じて背中を押すほんのひとときだったねこの場所で生徒と先生だった私たち巣立ってゆく晴れやかに未来へ今卒業おめでとうと歌うよ明日では届かないから今卒業おめでとうと歌うよに先生が歌うために書いた贈る言葉晴れやかに未来へという曲でした。本当に学生はねもう振り向かずに行ってしまうのでさようならみたいなね背中を送るっていう感じですけどね、まあでもあの学校ってすごい素敵な場所だなと深まる秋の中思っております。また来週も頑張ります。どうもありがとう。おまけのコーナーになりました。ラジオハラダイスに向けて新曲ということで、あの新しいの作ってよっていう畑とこが一個あってですね、であの動画もねなんか一生懸命工夫してくれはってちょっとなんていうのかスライドショーみたいになったんですけど、有田税理士事務所さんの新しいサウンドロゴスタッフ一丸安心のスクラムで支えます情熱結束秘密尊重ラグビースピリッツであなたと一つのチームになれる有田税理士事務所検索は有田ニュースで、こんな曲になりました。所長がね若くなって、ラガーマンになったんですね。ほんであのもう先代先々代みたいな感じでやっぱりこう所長が変わるとサウンドロゴの質感も変わるってちょっとラグビーな感じにしてくださいっていうことで、ちょっとまあノーサイドなってからのラグビーの感じで作ってみました。有田税理士事務所でした。また。